サラ様、やっと分かった。予感じゃなかった。メッセージだったんだ。すべてが理解できる今なら感じ取れるでしょう。この小さな声を。探して。鍵を探して。世界を開く鍵を。カナ！時間の中を回り続ける。ぐるぐるとぐるぐると。だけどこれは螺旋なんだ。回りながら少しずつ上に向かっている。一歩ずつ上に近づいている。少しずつでいい。必ずたどり着くこの螺旋の果てに。カナ様の祈り。ここは闇だ。深く暗く何も見えない渦の中、描かれた螺旋を見つめてきた。時は過ぎて苦音の流れをさまよっても祈りをやめない。少しずつでも近づいていると信じて、光の方へと。魂を固着させる儀式を。ダメよゼファ、これ以上悲しませたくないの。こんな儀式成功しちゃいけないの。ゼファーが余計に自分を責めてしまうから。彼の腕はニーズヘッグとつながっている魔力の腕。そこを通じて闇の中からかすかな祈りをずっとずっと届けていたのでしょう。少しずつ少しずつ、それがようやく長い時を経て世界に染み渡り予感となった。闇に囚われた中からそのような力が。異空の女神の力は少女の中にはもうない。だからこれは彼女自身の人間としての力、強き思いの力。きっとこれが神をも超える人間の可能性。お願い、ほんの少しずつでもいい、この祈りが届いてほしい。思い出す鍵を探して。アレン、サラ、リッピ、ゼファーを助けてあげて。
言葉、ずっとずっと一人で私たちに教えようとしてくれていたんだね。螺旋の外から少しずつ少しずつ変えようとしてくれていたんだね。ごめんごめんね、ずっと思い出せずにいて。